さて本日は山椒の効いた本格中華です。さあ今日は本格中華、イカをね使ったレシピなんですけれども、こんな感じでちょっと厚みのあるイカです。でこれをまな板の上で切っていくんですけれども、やっぱちょっとね滑っちゃうのでペーパーの上に乗せてですね、ちょっと厚みがありますから切り込みを入れていきます。でまた違った向きで切り込みを入れてあげましょう。さあまたこうやって切り込みを入れてあげることによって食べやすくなりますね。ではさすがにこれをそのまま焼くわけにはいかないんで、ちょっとね縦に切っていきましょう。でこれをボウルに移す。でこのボウルにニンニクのすりおろしを、それから生姜ですね。これも塩と胡椒、それから山椒です、粉山椒。このように揉み込んでいきながら、お酒と片栗粉で、これでしっかりと下味をつけていきます。で今日はちょっと深手のこのフライパンでちょっと炒め上げをねしていくんですが、ちょっと多めの油で火をつけ、そこにネギ、このね青いところを使いましょう。さあこの油にね香りをつけていきます。ネギ、せっかくだからこっちもちょっと入れちゃいましょうか。それと生姜なんですが、これ数枚、まあ 2,3 枚でいいですかね。3枚ぐらいにしましょう。3枚ぐらい入れればさらに香りも移ります。それとちょっとここでニンニクもありますんで、これを潰してこの油の中に入れていく。それから山椒はさっきは粉を使ったんですけど、粒の方、でそれと八角ですね。家にあってもなかなか最後まで使えないと思うんですけど、こういう時に使います。さあ油自体にもねこの味というかこの香りをねつけてるんで、さらにこれで本格的に仕上がりますよ。で結構強めに香りが出てきたなと感じたらですね、これを一旦もうこちらの方はもう外して油は戻しましょう。よし、さあこの下味をつけたイカもいい感じにね馴染んでると思うんで入れていきましょう。もう火通りは早いんでね、表面に色がつけばもう全然問題ないと思います。さあいい感じですね、引き上げましょう。今日は香菜を使おう。でこのイカに白ごまを振りかけてね、ちょっとね断面の方は切っても同じだと思うんですけど、こんな感じですね、揚げすぎてないんで硬くなってないですね。うまい。あやっぱ切り込み入れたんですごくあの歯ごたえがいいですね。それから生姜の風味とあと山椒も効いてるし、とにかくこう香りがいいっていうのがとてもいい仕上がりです。さあそれじゃあ盛り付けちゃいましょうか。あとこれはもうあのお酒のおつまみとかにももう最高なんじゃないですかね。まあなんかね今ね
まだ山椒の余韻がありますよ。でこのお皿の周りに香菜を、さあ上からじゃなくてちょっとこの周りにね、このようにして飾ると一段とちょっと豪華なね感じに仕上がります。さあこの盛り付け一つでちょっとワンランクアップしましたね。でまたここでちょっと山椒が好きなんで、また粉山椒をちょっと振りかけてあげれば、本格のイカの山椒揚げの完成でございます。いいですね。なんといってもこの歯ごたえとそれと香りがすごくいいです。よし、いいものができました。じゃあ皆さん、いつもの行きましょう。それでは良い一日を。